皆さんいかがお悩みでしょうかと。はい。転職について。うんうん、転職と転職、転職。転職と転職。ごめんなさいね、ちょっと関東の東京近郊の皆さんすいません、ちょっと標準語 がどっちかわからない。わからないですけど。言えば言うほどわからなくなってくる。そうですね。僕は転職を考えてるかもしれなくて、うん、転職を見つけようとしている。うんうんうん、はい。というところで、はい、今日はちょっとこちらの本ですね、うん、あなたの転職が分かる16の性格、うん、はい、これ初めにそのタイプを分けようみたいな、はいはいはい、タイプ考えようねっていうので、例えば、うん、外交内交とかね、うん、いつもの五感直感とかってあるんですけど、うん、もうね、なんかね、読めば読むほど、うん、俺はどっちなんだって分かります分かりますなるんですよ、うんうん、もう最近で言うと、うん、外交内交もね、うん、どっちなんだになるんですね。わかりますよ、僕もそんな感じです。ビッグファイブやったからじゃないんですけど、うん、俺はどっちなんだろう、うんうんうん、ってなるんですよ、うん、要は例えば他の人と一緒にいると元気になるが外交型、うんうんうん、内交型は一人で過ごしていると元気になるが内交型、うんうん、いやなんか一人で本とか読みながらね、うん、考え込み、うん、なんか熟されるところもあるし、はいはい、まあ、こういうとこでわーって喋って得られるものもあるし、うんうんうん、そうなんですよ、そうどっちだになるんですよ。そうで、人の輪の中心にいるのが好き、うん、あ、これは僕そうですね、うんうんうん、で注目を浴びるのを避けようとする、うん、だとすると、うん、これは僕外交で出てるとこなんですけど、うんうんうん、行動してから考えるが外交、うん、考えてから行動するが内向、うん、いやこれ別にどっちもだなと思うんですよ。わかります。でサイクルじゃないですか。サイクルですよ。行動しながら考える部分もあるし、はい、なんか考えてから行動、なんか得意なものとか、はい、苦手なものとかにも変わるじゃないですか。そうですよね、うん、っていうのを考えていてですね、うんうん、あ、もうやっぱりこのタイプっていうのは、うん、わけわからんと、うんうん、いうところで、うん、パラパラパラと読んでですね、うん、第3章のところに、うん、終わりに、うん、年齢を重ね円熟した人間になるために、うん、っていう項目があって、うん、ここにあるのは、私たちは年齢を重ねるにつれ、うん、性格タイプにおける全ての特質を発達させることができるっていうのがあるんですね、うんうんうん、自分の短所を克服し、うん、それまで気持ちよくできなかったことがだんだん気持ちよくできるようになっていくんだと、うん、もちろん年を取っても性格タイプは変わらない、うん、とここには出てます、うんうん、僕はそれは分からないと思ってます、うんうん、でだが年齢を重ねて円熟し、うん、バランスの取れた円満な人格になることはできる、うん、可能であるしその方が好ましいと、うん、で例として挙げられ、例というか0歳から6歳まで、うん、というところでどの人にも生まれながらに持っているその人の青写真のようなもの、うん、つまり性格タイプがある、うん、とはいえその特徴がはっきり表に現れるまで時間がかかる場合もある、うん、特に乳児や幼児の性格タイプを判断するのは難しい、うん、心の中で考えていることを言葉で正確に表現する能力が発達してないからだと、うん、いうふうにあるんですね、で6歳から12歳まで、うん、6歳前後になると、うん、五感って多分これ感覚のことですね、うん、五感か直感思考か情緒、これ多分フィーリングのことですね、うん、の特質が表に現れてくるのが6歳前後、うん、で五感の子供は体操などが得意、うん、直感の子供は家にあるガラクタを上手に楽器代わりに使うようになる、多分なんかまあ工夫して遊ぶようになるってことですかね、うんうんうん、で思考の子供はお仕置きをされそうになると、うん、大人が感心するような言い訳を考えつく、うん、情緒型の子供は他人に関心や共感を示し特に困ったり悲しんだりしている友達に同情すると、うん、で子供はこの時期に五感か直感思考か情緒の特質を発達させていくんだと、でどちらかの特質を最も強い特質として伸ばしていく、うん、多分これ第一機能でしたっけ、はい、主機能のことですね、うんうん、で、まあ、こうした子どもの特質を伸ばすには
まあ、大人が重要だよと、うん、励まして育てようねみたいなことが書いてあるんですね、うん、ギューってやっちゃダメだよって、うんうんうん、で12歳から25歳まで、うん、でその12歳前後から五感か直感思考か情緒のどれかが、うん、2番目に強い特質として発達を始めると、うんうん、そして第1と第2に強い特質がしっかり定まり、うん、25歳前後になると、うん、私たちの性格タイプは明確になると、うん、ってあるんですね、うん、で25歳から50歳まで、うん25歳前後から、うん、私たちは五感か直感思考か情緒の特質のうち苦手な方の特質を発達させるようになると、うん、中には40歳前後になってからでないと、うん、苦手な方の特質が伸び始めない人もいると、うん、これはここにも書いてあるんですけど、うん肉体的精神的にも中年の危機、うん、あのユングが言った、うん、要は人は立ち行かなくなった時に、うん、苦手な部分を伸ばそうとして、うん、これまでになかったことを取り入れて、うん、みんな丸を目指すんだと、うん、もう声援を目指そうとする、うん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 、じゃあ何かいみんな同じ丸になるのかいといや違うんだとそこに行く道が違うだろうと、うん、それを個性と呼ぶんだよ、うん、これは河合駿さんですね、はいはい、で特質の発達と中年の危機には深い関係があると考えられている。私たちは人生の前半を第一と第二に強い特質を活用して過ごす、うん、で50歳に近づくにつれて、人生も半ばを過ぎてしまったことを痛感し、うん、あもう人として時間が残されていない、うん、じゃあ人生の後半をどうやって過ごそうかっていうことを考え始める、うん、で優先順位を見直す人が多いのだと、うん、で中年期に短所であった方の特質を伸ばそうとして、うん円熟した人間になりたい、うん、もっと有能になりたいと言って、うん、苦手な方を伸ばし始めるんだよみたいなことが書いてあって、うんうんうん、だからかと。だから要はもう最近自分が分かんなくなっている、うんうん、っていうのはもう多分年を取ってきて、うんうん、まあ仕事をするにつれてその、うんうん要はもうどれも使ってるもう泣きそうな目に遭うことで、うんうん、やっぱこっちも使うよねみたいな、うんうんうん、長期も見なきゃとかね、うんうんうん、もちろん思考がないと思ってますけど、うん、多分考えてますよ、うん、っていうところでより分からなくなってきているのは、はい、あるんだろうなとは思ってます、うんうんうん、そのまあ微妙なとこと分かりやすいところはあるわけじゃないですか。ありますねそう、はい、内向と外向はまあどっちだろうみたいな。まあ、おそらく外交だろうけどねとは思うんですけど、うん、だけど見方を変えると内向みたいな、うん、もう本当そうですよで内向って言われたこともありますしね。言われますね。この人は内向だよって、うん、もうこうやって刺されて、うん、違う違うって言われたこともありますし、うんうん、自分のことばっかり見てるでしょってそう言われましたもんね。そうですね。そう、そう言われるとそうです、うんうん、あの自分のことしか見てないです、はい。うん、だからこの例はこっちだけどっていうのがいっぱいあるわけじゃないですか。で悩むみたいな、う